Vamos no yugen. その日、ベテルの祭司アマツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を遣わしていった。イスラエルの家の真ん中でアモスがあなたに背きました。この国は彼のすべての言葉に耐えられません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で殺される。イスラエルは必ず捕らえられてその土地から連れ去られる。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、行け、ユダの国へ逃れ、そこで糧を得よ。そこで予言するがよい。だがベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖所、王国の神殿だから。アモスは答えてアマツヤに言った。私は預言者ではない、預言者の弟子でもない。私は家畜を飼い、イチジクグワを栽培するものだ。主は家畜の群れを追っているところから私を取り、行って我が民イスラエルに預言せよと言われた。今主の言葉を聞け。あなたはイスラエルに向かって予言するな。イサクの家に向かってたわごとを言うなと言う。それゆえ主はこう言われる。お前の妻は町の中で遊女となり、息子娘らは剣に倒れ、土地ははかり縄で分けられ、お前は汚れた土地で死ぬ。イスラエルは必ず捕らえられてその土地から連れ去られる。神の御言葉。神はキリストの血によご自分に和解させ、わけの言葉を私たちに委ねられた。ハレルヤ、ハレルヤ。マタイによる福音。その時イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来いよ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると
思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。主の御言葉。キリストに賛美。